現在のカナダ国旗メイプルリーフフォーエバーはアレクサンダー・ミューアが1867年に作曲したカナダの愛国歌である。この年は連邦結成の年であり、作詞、作曲ともにミューアが手掛けた。この13年後に書かれた国家、王カナダに次ぐ一の曲であるが、カナダで作曲された愛国的な曲としては最も人気がある。しかしながら、 ミューアの曲は、イングランド系カナダ人向けであり、英国系の間で根強い人気がある一方で、フランス系カナダ人の間では、評判が良くなかった。1868年、連邦決政時のカナダ国旗、アレクサンダー・ミューア・メイプル・リーフ・フォーエバーの初版歌詞は、モントリオール・カレドニアン協会主催の愛国的な詩のコンテストに、ミューアが応募して2位に輝いた作品である。 この歌詞は、ミューアと友人のジョージ・レスリーが、レスリーズ・ガーデンズを歩いていたとき、レスリーが自分のコートの袖に落ちたカエデの葉を見て、カエデはカナダの国章だ。このテーマで詩を書けよと叫んだためと言われる。ミューアは詩をモントリオールに送った後、この詩にふさわしい曲を探したがトローに終わり、曲も自分で書くことにした。 全部が出回ったと言われる初版は日付も著作権表示もない。作曲者であるミューアが自分のために出版したとも言われ、楽譜の売り上げはミューアが自腹を切った経費の半分以下だったなどとも言われる。1871年、ピアノ会社のノーダイマーが著作権料を払ったものの、ミューアは受け取らなかった。メイプルリーフフォーエバーは j カイ・ハーディが歌って、 白手喝采を集めたと言われるが、一方で、1874年7月24日に、トロント北部の教会の低組織で、デュファリン白紙貫籍の下、ミューアの指揮により、小学生の合唱で、初披露されたとも言われる。この曲に歌われているジェームズ・ウルフ歌詞は、ミューアが何度か手直しした。カナダ国立図書館所蔵のオリジナルののコーラス第一行、ザ・メープルリーフ。 ザ・メープルリーフ、ザ・メープルリーフ・フォーエバーが、ザ・メープルリーフ、アワー・エンブレーム・ディアー、ザ・メープルリーフ・フォーエバーと直されている。1894年にも大きく手直しされている。この年の9月8日、トロントのジ・エンパイア紙に間違った歌詞で歌われているというミューア自身の当初が乗ったが、これはミューアが意図的に仕組んだものらしかった。 1894年以前の歌詞がオリジナルのと同じであるという保証はないし、この正しい歌詞というのは実は新しい歌詞のことだったのである。この新しい歌詞はそれまでの4つの行ではなく5つの行からのものへと変化しており、以前の歌詞との共通箇所は少なかった。1894年版の出だしは、インデイズ・オブ・ヨレ・ザ・ヒーロー・ウルフ・ブリテン、 エスグローリー・ディドメインテインとなり、その後しばらくは、この歌詞で出版されたものもある。しかし、初版のは、インデーズ・オブ・ヨレ、フロム・ブリテン、エス・ショアー、ウルフ・ザ・ドーン・トラス・ヒーロー・ゲームで、これが、やはりよく知られている。また、後に、フランス語系住民を視野に入れて出版された文では、歌詞がこうに変えられている。アザミ、シャムロック、そして、バラが、絡み合いから、ユリ、 はざみ、シャムロック、バラとなったのである。実は1862年より前に、フランス語で書かれた歌詞があったにもかかわらず、まだこの歌詞は付けられていなかった。このフランス語のシサルー、オーマベル・パトリ、ガミューアの曲に付けられたのは1914年のことだった。現在出回っている楽譜は、ほとんどが変度長調,調で、全体的にどこか安定せず、反復進行もあり、 学校の授業で正しく歌うのは難しいと指摘されたこともある。マイケル・ブーブレ1964年にトンプソンからこの曲のメロディに我らの家、我らの国、我らのカナダというビクター・カウリーの詩をつけたものが出版された。カウリーはカナダ作家協会によるメープルリーフ・ソング・コンテストで優勝している。その後、ルーマニア移民のブラディミール・ラディアンにより、 新しく歌手が作られた。ラディアンは、元は、数学者で、今は、ソングライター、俳優、詩人である。10年前に、カナダに移民した。この曲は知らなかったものの、CBC のラジオ番組、メトロモーニングショーで、従来の歌詞が、一部の人々に向けたものであるという、理由で、コンテストで新しい歌を応募していることを知った。バンクーバーオリンピックの閉会式で、 マイケル・ブーブレがこの曲を歌った。コーラス・コーラス・リフレイン・リフレイン・リプライズ、ザ・メイプル・リーフ・フォーエバー、ザ・カナディアン・エンサイクロペディア・ハット・ ABC、カナデイン・フォー、シンボルズ・ファクツ・アンドリス・アンセムズ・アンド・アザー、パトリオティック・ソングズ・ハット・マイケル・ブーブレ、マイケル・ブーブレ、オリンピックの閉会式で、パフォーマンス・バークス・ニュース。ありがとうございます。